はい、今 T です。めちゃくちゃ久々のロードバイクですが、こちらはスコットアデクトフルカーボンになります。ひっくり返っててタイヤが外れてるのはどうしてかと言いますと、これからタイヤを交換していきたいと思うんですね。これグラベルキング SS、 パナレーサーのグラベルキング SS に変えていきたいと思ってます。 700C の 28C ですね。で、今ホイールはフルクラムの、レーシングスリーですね。で、タイヤが、まあ、普通のスリックタイヤのこれ25かな。果たしてアデクトに 28C のグラベルキング SS ついたらどんな走りになるんでしょうか、そしてつくのでしょうかということでね、やっていきたいと思います。28インチ入りますね。クリアンスはここまだもうちょっといけそうよね。ただブレーキがもうねギリギリですので28ぐらいかなというふうに思います。フロントのここも、まあ、余裕ですね。はい、まあ、ブレーキ関係でディスクに変えればもうちょっと入りますね。アデクトね 30C ぐらいまで入ると思います。ただこいつディスク対応じゃないんでね。さあこれからちょっとね乗ってきてどんな感じか、また感想の方はその後述べたいと思います。ちょっと行ってきます。はい、ということで行ってまいりました。約20キロぐらいね走ってきたんですけども、まあさすがにフルカーボンのロードバイクですね。普段乗ってるマウンテンバイクと全然違ってめちゃくちゃスムーズに走るし楽でしたね。そして肝心のですねスリックタイヤから 28C のグラベルキングSS に変えたことによってどのように違ったかというレポートなんですが、ぶっちゃけロードバイクの久々すぎて違いは分かりませんでした。ただめちゃくちゃ安心、めちゃくちゃ安心感ありました。もうね田舎の道を走ったんで砂利とか石とかいっぱいあるんですが全然怖くなくてね、パンクするとか怖くなくて、もう見てください、この真っさらだったのにドロドロになってるの。これだけのねグラベル的なところ走っても全然問題なくね安心して走れました。ということで 28C はまず入ります。そしてグラベルキング、SS ね、これはめちゃくちゃ乗り心地が良かったです。はい、あくまでも個人の主観ですけども、もう一度ねクリアランス見ていきましょう。ということでクリアランスはまあギリかな、 28C、 うん、ちょっとギリかなって感じもあります。そうですね、ブレーキももうギリなんで 28C はいけますよというところで、一応今っていうの、まあ、実践的な感想とさせていただきます。ということでせっかくなんでね、このスコット、復活させてね乗っていきたいと思います。それではまた。